今回はカリカリひき肉の温野菜サラダの作り方を紹介します。野菜をレンジで温めてカリカリに炒めたひき肉をのせるだけなので簡単です。肉を入れることでおかずにもなります。それでは作っていきましょう。まずは材料を揃えます。材料を切り分け、皿にのせ、ラップをしてレンジで2分温めます。20日大根は生のままにします。ドレッシングを作ります。市販のお好みのドレッシングでも OK です。酢の酸味とピリッとした黒胡椒の辛みがアクセントになります。鍋に大さじ1の油を入れ、ひき肉を炒めます。だんだんひき肉が白くなります。さらに炒めていくと茶色くなっていきます。肉から出た油を利用してカリカリにしていきます。このぐらいにカリカリにしたらにんにく、生姜を入れます。にんにく、生姜でひき肉の風味を良くします。紹興酒と醤油で香り付けします。品のある香りと香ばしさがプラスされます。このくらいの色とカリカリ感が出たら完成です。レンジから温めた野菜を出します。20日大根をのせます。ドレッシングをよく混ぜて全体にかけます。その上からカリカリひき肉をかけていきます。今回はカリカリひき肉の温野菜サラダの作り方を紹介しました。ひき肉のカリカリの食感と柔らかい温野菜の相性が抜群です。このチャンネルでは簡単なまかない料理から本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。